じゃあ2面行こうか。ここは車が走ってるとこだよね。車破壊できんじゃない？どうせメタナイトだもん。車ぐらい破壊できるでしょ。だあ環境破壊は気持ちいいぞい一部の面は多分カットされて、ほとんどの面が出てる感じだな。例えばシューティング面とかなさそうだね。さっきジェット倒してたけど、まあ、メタナイトのシューティングって言ったら、まあまあなくはないけどね前回の最終回がまさにずーっとシューティングだったからねお中ボスだね。さあ誰だっけ。ここテレパトリスが、テレパトリスが強化されて帰ってきた。テレパトリス遠距離攻撃使うやつだろ。まあ無敵判定生かしていこう。無敵判定のある攻撃で攻撃してくるのが一番いい。この多分メタナイトが光ってる間が大丈夫なんだろうな。シャトルループもだからいけるはず。シャトルループも、あ、そうだね、飛び道具無効化してる。オッケー、いいねー。で、上。あ、でも、シャトルループの終わり際はないのか、無敵。わかりやすくていいな。無敵技をどんどん活かしていこう。無敵技を活かす。オッケー、シャトルループ強い。さすがスマブラでもね、屈指の強さと言われてる。コンボ締めと言われてるね。シャトルループだけあるわ。まあ、こんな車走っててもメタナイトからすりゃね、無敵判定でどうとでもなるからな。おー、で、次の面か。オッケーオッケー。じゃ、どんどん行こう。この調子で。お！やっぱステージの BGM が変わってる。聞いたことある BGM ではあるからな。ちゃんとこういうのいいな。やっぱ再現されてんの。あぶねえ！上から行くか。上から失礼。聞いたことある BGM。懐かしの BGM だね。アレンジされてるけど。いいなーこれ。普通にね、まあ皆さんにはちょっとカットしてながらお伝えしてるから多分伝わらないかもしんないんだけど、普通に一式やってみてもいいと思うもん。このメタナイツで GO。BGM 聞くだけでもね、価値があるよ。BGM だけでも価値がある。素直に。お！中ボスだ！なんだ？あー、ポイズンブラスか！すべての中ボスが多分出てくんな、これ。まあ当たり前なんだけど。今までのボスが全部出てくる。インベードアーマーだけ出てないね。言うなら。どうしよう。これとかいける？あ、いけるね。でも結局密着するからあんま意味ないな。あ、これしゃがんで受ける。無敵判定で、無敵判定で、いた！無敵判定の終わり際ちゃんと抜けないとダメだな。無敵判定生かそう。おら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 、オッケーオッケー。あー、カジノだ。カジノ面もメタナイト行くのか。メタナイトがカジノに遊びに来たぞ。ここの BGM は変わらずなんだね。まあ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 。メタナイトもカジノに遊びに来たってわけか。サーカスのコピー能力は使えないが、せいぜい楽しんでくれや。これさ、こんなもん関係なしに壊せるでしょ。まあ、さすがにね。さすがメタナイト。ビリヤードのボールを普通に壊しに行く。そしてお前ら楽しそうなんだよ。お前らなんで楽しそうなんだよ、そんなに。とにかく、まあ基本的に、危惧してたより、死ぬことはない。やってて思ったんだけど、死ぬことはねえな。ヒーリングを危なくなったら使えばいいし、10ポイントで使えるから、今この状態でも5回使えるんですよね。だから、ほぼほぼ死なないんじゃないかな。まあ、もともとがタイムアタックっていう名目だったから、まあ余計なんだけど、まあクリアするというよりは、もっと早く行くっていうのが基本になるんだろうね。まあ自分はちょっとね、まだ自信ないし、そんな、めちゃくちゃカービィ上手いわけでもないから、めちゃくちゃカービィ上手いわけでもないからさ、とりあえずクリア優先でね、やっていこうと思うんですけど。だからメタナイト、最後のボスまで見てみたいね。最後のボスがめちゃくちゃ強くなってるってことだから、これも壊せんでしょ？だね。
イチャプー、メタナイトさすが。あ、これは連動するやつでしょ。連動して動くやつだ。再び出てきたら連動して動くやつ。カービィロボ。連動して動くから、トゲとかに刺さんないように気をつけないとダメなんだよね。そうそう、もうトゲあるけど。ほい！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 あなたと私は一心同体。一緒に行くぞ。で、ぴょん。んで、ほい。あー、なんか知らんけど、あいつはやっぱ悲しい。あ、来た！メタナイトが覆われるやつ。でもさ、これ関係ないじゃん。本来ならさ、カービィはさ、ずっと覆われてたけどさ、全然関係ないよな、ぶっちゃけ言ったら。だってこうすればいいんだもん。多分破壊能力はロボと一緒なんだろうね。ロボで破壊できてたものが、メタナイトの剣だったら破壊できるって感じなんだろうな。いやー、頼もしい限りだね。死ぬ気がせん。正直。え？ここで中ボス。なんだ？あ、ザンギブルが何度来たって同じことだ。何度来たって同じこと。見せてやるよ。でもちょっとやっぱ、行動とか強化されてたり早かったりするから、いった！はいよ！目で追える速度じゃねえな。だからそこだけ気をつければ大丈夫だね。お！また BGM が違う。ん？おー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 、メタナイト、メタナイトはどこまで飛ぶんや。なんだこの BGM。俺、星のカービィ自体は、実はあんま持ってないんすよ。それこそ、ロボボプラネットをで、3作目ぐらいっすね。今まで持ってきたのが、GB の星のカービィ。ゲームボーイの初代星のカービィと、タッチカービィが主だったんで、実は原作を実はあんまやってない。64とかもやってないんだよね、星のカービィ64とかも。名作である。だからそのあたりがね、ちょっと何とも言えない感じで。いやー、え？これ抜けんの至難の技じゃないかい。ロボと一緒に。オッケー。オッケーオッケー、危ない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 。ちょ待って、どんどん難しくなってくじゃん。あ、ロボが当たる、ロボが当たる、ロボが当たっちゃう。はい。ロボ一緒に行くぞ。オッケー。ロボすまんな。なんかよくわからんけど、お前いつも俺失うと悲しくね、悲しい気持ちになるわ。よし。今度は手前側。手前側ね。オッケーオッケーオッケー。ゴルドおるやんか。ひぃ。けけけけけけけ。でも取っても、宝箱取ってもさ、中身がさ、IC キューブだからさ、なんて言うんかな。あまり旨味がないっていうか、ポイントのキューブだから、あんまり旨味がないんだよね。これ、取っても。おお、なに？でかっ！おな。ん？あれ？ズビーはさ、こんな BGM だったっけ？ちゃんと中ボスの曲まで変わってる。あ、この曲は知ってるわ、さすがに。へえ、アレンジでこういう曲も入るんだ。ズビアとの対戦の時にこれが流れるのか。単純に中ボスの汎用 BGM だろうけど。てか、ちょ待って、これきつくねえか。なんか難易度上がってない？明らかに。ちょっと、難易度上げるな。難易度が上がった。難易度上がるだろう、そりゃ。それ上がるだろうけどさ。
なんか難易度が明らかに上がったんだけど。なんか障害物がすごいんだけど。障害物の圧が強いんだけど。ちょっと障害物出しすぎだって。あれやるか。メタナイツでゴー！いけ！メタナイツ！全員集合！ソード！ブレード！行くぞみんな！あー強い。あ、強いわ。やっぱ強いわ、これ。困ったらこれ使えばいいな。うん。動画映えはしないけど。お！二面のボスだね。よし、行こう。さあ、二面のボスまでたどり着いたぞ。あ、そうか、お前か。ホログラムか。ホログラムシステム。何体か作ってくるんだ。クラックも出てくるってこと？ D、ホロクラック。やい！結構強いな。お前、やるじゃねえか。とりあえず、シャトルループ、うん！シャトルループが結構強いな、やっぱ。無敵判定があるのはでかいな。無敵判定を活かして、終わり際に当たるようにする。オッケー！まあ、オッケーって言っても、確かこいつって、何体か倒さないといけないんだよね、ホログラム。で、ダブル、あ、ツインローバーだ。おおおおお、暴れてんな。おおお、暴れてんじゃねえか、随分。随分暴れてんな。てかさ、これの場合ってさ、メタナイトどうなるんだろう。だってさ、もともとスージーさ、メタナイトを改造してたんでしょ？メタナイトを改造してさ、産んでたんでしょ？ボス。どうなるんだ？世界観的にちょっと合わなくなるけど。そこはまあ、仕方ない感じなんかな。負ける気はせんな、やっぱ。ただ、そうやって油断してると敵の攻撃が普通に強いから、ワンチャン負けもあり得るんだよな。痛い。まあ、こういう風に雑な操作してるとね。あり得るっちゃあり得るのか。5回のヒーリングじゃ足んないって可能性あんのか。オッケー。次次。何体でも来い。あー、アイスドラゴンだっけ。フォロー、アイスドラゴン。早い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 。無敵時間利用して。無敵時間利用して。隙をつく。はい、隙をつく。大丈夫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 。危ない危ない。あー、凍った！冷静さを書いたプレイはまずい。オッケー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 。よ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ホログラフ、次だね。次なんだっけ、ホログラフ。もうホログラフって確かこれで最後やった後ってさ、あー、こいつだ！ガラーが。痛い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 。ガラーが分かってない。ガラーがはあんま分かってないな。無敵判定で物を言わせて何とかするぞ。危ない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 。一瞬出てくるからね。一瞬出てくる。一瞬に合わせた方がいいのか、むしろ。なんだ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 。上から降ってくるぞ。やばい、ガードしても結構削られるな。ちょっと攻撃力上がってる感じだね、さすがに。やばい、ガードしすぎ。ガードしすぎ。ガードするぐらいなら食らった方がいい。無敵判定で。あー、ペラペラー！メタルトがペラペラになっちまった。あー、メタルトペラペラになっちゃった。やばいな。一ヶ月ぶりでもう、忘れちゃってんな、完全に相手を。まあでもさ、もう言うて、こいつ終わるよ。なんでかってさ、はっ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 はは。もうなってこいつ、やることなくなってんもん。もう普通にもう、あとは、仕留めるだけですよ。ほい。
ホログラフ最後やけになるからね。そっか、これで6面全部やんのか。ちょっと先は長いっちゃ長いけど。まあ、地道にやっていくしかないね。